デボネアは、三菱自動車工業が1964年から1999年まで製造していた高級乗用車である。3世代にわたって製造された2リットルから3.5リットルクラスの4ドアセダンであり、競合モデルとしては、初代はトヨタクラウニア日産、セドリック、プリンスグロリア、イスズベレル、2代目はさらにマツダルーチェ、ホンダレジェンドなど、3代目は、 トヨタセルシオ、日産、インフィニティ Q45 なども一部範中に入る。初代は、規格いっぱいの車体から、また二代目、三代目は、前輪駆動を採用したことから、車内はいずれも広く実用的であったが、売れ行きは常にかんばしくなく、最後まで、三菱グループの重役向け専用車としての、ショーファードリブン需要に支えられる存在であった。また、 他社同級製品のようなクーペやワゴン、バンなどの派生型は通常の正規販売モデルでは歴代車種を通じ一切開発されなかった。1963年モーターショーでデビューし、1964年に製造開始。以後、1986年のモデルチェンジまでの22年間、基本設計、デザインの変更なしに生産され続けたことから、 製造期間の後期以降は、古色創然とした現行モデルであることを形容した、走るシ,シーラカンスという通称で有名になった。日本製の自家用向けセダン型乗用車でこれを、上回るほど長期間製造された例は、トヨタセンチュリーの初代モデルのみである。1960年代初頭、三菱重工業は、国内競合メーカーの 2000cc 級乗用車に、 危険するクラスの乗用車生産を目論んでいた。当初は欧州車の導入も検討され、イタリアのフィアットに高性能で知られた最新型セダン、フィアット1800-2100シリーズのライセンス生産も打診したが、不調に終わっていた。このため三菱では自社開発に方針を切り替えた。構造はモノコックボディに前輪ウィッシュボーン独立。 後輪ハンダエンディーフリジットで後輪駆動という平凡だが手堅いレイアウトとし、全長、全幅とも道路運送車両方試行規則の小型車、規格ギリギリのサイズで設計された。また、三菱重工業の企業パンフレットでは、回転半径5.3メートルの機動性も、随一で、国情にマッチした、使いやすさで、 他の追随を許しませんと説明されており、取り回しの良さも重視した設計であったことが伺われる。スタイリングは、元ゼネラルモーターズのデザイナーであるハンス・エース・ブレッツナーが担当し、1960年代のアメリカ製大型乗用車風のデザインモチーフを用いた角バッターボディをデザインした。ボンネットテール部分の両脇にエッジを立て、 フロントグリルを広く取った押し出しの強いスタイルは、その雰囲気から見た目こそ、かなりの大型に見えるが、日本では小型車扱いの5ナンバー規格に収まるサイズである。デザインの妙と言えよう。1965年5月、オートマチックトランスミッション、全席電動セパレートシート、パワーウィンド、パワーステアリングを装備した、パワー仕様追加。 1967年12月、一部変更で、インパネを衝撃吸収タイプに変更される1969年4月、仕様変更で、フロントディスクブレーキを標準装備すると同時に、ホイールを14インチ化。テイルエンドのフィニッシャーの廃止。1970年9月、マイナーチェンジと同時に搭載エンジンの変更で、形式を A31 に変更。 デボネアエグゼクティブとなる。当初の直列6気筒のけ64型1991クコハフから、新開発の 6G34 直列6気筒 1994C31C に変更され、130馬力にパワーアップした。これらは、少ない生産量によるコストの制約から、既存の4気筒エンジンの気筒数を2気筒を増やした。 設計とし、4気筒エンジンの生産設備を利用して熟練工の技術で限定生産されたものである。1973年10月大幅なマイナーチェンジで後期型へ移行。フロントドアの三角窓の廃止、テールランプデザイン変更、フロントウィンカー位置の変更。1976年6月再度のマイナーチェンジでデボネアエグゼクティブ SE となる。 ラジアルタイヤおよび電動リモコン式タルボ型フェンダーミラーなどを標準装備すると同時にオプションのエアコンはトランク組み込みタイプのクーラーからヒーター組み込み型になる。マニュアルトランスミッション車は廃止。オイルショック後のコスト削減と排ガス規制で条件の厳しい在来型6気筒エンジンの生産をやめ、量産車用のバランサーシャフト付き直列四気筒、サイチェシーを 限界いっぱいまで排気量を拡大した昭和51年排出ガス規制適合の G54 バイト型 2555cc120 馬力エンジンに換装されている。このエンジンは一般には 2600cc と称し、以後最後までこの大排気量4気筒のまま生産された。1978年4月昭和53年排出ガス規制適合で形式が EA33 になる。1979年6月、一部変更で、昭和54年騒音規制適合となる。外観はカラーリングのみの変更であったが、内装はシート形状が変更され、シート値もジャガードからベロアに変更。後席でも操作可能の鉱石ラジオコントロール機能を備えた、電子チューナーラジオを採用。ABS に相当する。 アンチスキットブレーキという安全装置がメーカーオプションに設定された。1982年11月一部変更でフロントグリルのエンブレムを2600から MMC に変更と同時にトランクリットの MCA-JET エンブレム廃止。変速機はコラムシフトのマニュアルトランスミッションのほか3速 AT も用意された。 最終機の 2600cc 自家4エンジン車は AT のみの設定。AT 本体はアメリカ合衆国の大手変速機メーカー、ボルグワーナーのロングセラ製品である BW-35 型3速 AT が初代最終モデルまで一貫して用いられた。三菱自動車のフラッグシップであったことから、三菱グループの各企業で重役専用車として多用される一方、 6気筒エンジンしかなかったため、競合他社のトヨペットクラウン、日産、セドリック、プリンスグロリアなどに比べ割高感があったこと、また、そのことから当時は割と重視されていたタクシー需要も見込まれず、販売拠点の整備も遅れていたため、シェア争いに敗退する。また、そのイメージを嫌った企業に敬遠された。さらに、70年代に入ると、 基本設計もデザインも徐々に古臭さが目立つようになり、結果として一般ユーザーにはほとんど売れなかったのが実情であった。しかし古き良き時代のアメリカ社風の雰囲気を保ちつつ1980年代半ばまで生産されていたことが、後には逆に独特の希少性を生むことになった。モデル末期にはブライダル用として人気が高まり、特装車として 鉱石左側屋根が開くブライダル仕様が作られるほどであった。三菱水島製作所の改造により、後期系米生産終了後になってからの近年、古い自動車の中では、程度の良い個体が手に入りやすく、生産期間中の不人気者ぶりとは、打って変わって、旧車好きの間で人気が高まった。ローダウンや派手な塗装を施すなど、アメリカ風にアレンジする改造ベースにもなっている。 このため、2000年代以降は、程度の良い個体、ないし1973年までのフロントドアの3、角窓アンドリアのエルテール仕様は高価で取引、されている。さらに、初期の A30 型は極端に流通台数が少ない、希少モデルであったため、漫画、こちら、葛飾亀有公園前派出所の作中では、動く60年代の意気商人、現代の反逆時、 どんな思想を持ってるやつかしれんとネタにされた。なお、法人需要が多かった関係から、減損する個体は、黒塗りが多い。1986年8月登場。初代モデルの登場から実に22年ぶりのモデルチェンジが行われた。この2代目モデルのみ、デボネア V の名称となるが、V には口述する V6 エンジンや VIP など様々な意味を込めている。 開発担当責任者の書き下、プロジェクトマネージャーによれば、前モデルの後継者を作るプロジェクトは、発売の10年ぐらい前から計画してはとんざという繰り返しだった。当初は当然に FR として企画されていたが、これがシグマと同様の FF に変更されたのは5年ほど前だった。FF で行くことが決定されたため、エンジンは V6 予行機しか選択がなく、 プロトタイプの V6 エンジンが台上で回っている時にタイムリーにクライスラーから打診が入り結果的に他社との競合の末に年間45万台をクライスラーへ供給するという大規模な契約ができたこれがデボネア V が世に出る一番のきっかけとなったもう一つのきっかけは当時三菱と提携関係にあったヒュンダイの1988年のソウルオリンピックまでに 自国製の高級車が欲しいという事情であった。現代自動車はソウルオリンピックにおいてオフィシャルスポンサーとなっていたが VIP 向け送迎車に使える高級車を開発するノウハウがなかったことからノックダウン生産前提の共同開発を三菱自動車に依頼した。これについては三菱自動車の社市に1985年 韓国現代自動車とデボネア共同開発契約締結とある通りだが時期的に契約締結時にはすでにクレーモデルが完成し設計作業に入っている段階だったことから共同開発とは言っても実際の開発はほぼ三菱側が行ったと思われる要約すると高級車のモデルチェンジを起とした三菱高級車を作りたかったヒュンダイ V 型6気筒エンジンが欲しかった クライスラーの利害が一致した結果である。機構的には、車外は1983年に発売された、全輪駆動のギャランシグマのプラットフォームをストレッチして使用。したがって、上級グレードには、同 HT の VR 系に装備されていた、電子制御サスペンション ECS も用意された。また、エンジンは、当初は、V6 の 2000cc サイチェシー。 V6 の 3000cc サイチェシーの2種類を搭載。なお、後に、ハイヤー等への需要に対応する形で、LPG 仕様も追加された。ミッションは、マニュアルの設定はなく、エルック4足オートマチックのみである。ボディサイズは前、モデルと同様、当時でいう中型車クラス、つまりは、開発にあたって、最大のライバルと想定したクラウニアセドグロと同じ後、ナンバーフルサイズに収められた。 全モデルが3ナンバー専用車になっていたのは、おうちの事情であり、今回のモデルチェンジで、本来のライバルであった全2車と同様の、グレード展開となった。なお、3ナンバー専用車について、柿下氏は、売れ行き自体が5ナンバーに集中する傾向があるので、あえて3ナンバー専用にするのは、狭い市場を狙ってのことになるから、時期尚早との判断であった。あとに150馬力まで、 パワーアップした 2000cc、スーパーチャージャーと200馬力1991年に210馬力に、パワーアップの 3000cc リ c チェシー24バルブが追加された。2000cc、スーパーチャージャー車の追加は、当時は 3000cc の3ナンバー車の税金が高いことによる、節税ハイパワー型としての措置で、競合各社でもこのクラスの 2000cc 車に、スーパーチャージャーターボーチャージャーを、 同様の理由で装備していた例は多い。一方、3リットルの DOHC は89年4月の税制改正によって3リットルエンジングレードの需要拡大に対応する必要があったことからクラウンやルーチェ等に習って追加されたものである。ライバルの全2社との最大の違いは開発コストの制約からセダンボディしか用意できなかったことである。当時、全2社は フォーマルユースをセダンでパーソナルユースを HT でまかなっていたがデボネアはセダン一つでフォーマルパーソナル両方の需要を満たす必要があったそのため高級パーソナルカーとして好評だった初代ソアラにも採用されていたプレスドアをデザイン上の特徴とし細部のデザインもパーソナルな雰囲気を狙っていたところがその一方でフォーマルユースを満たすためには同時に 後席居住性も重視しなければならなかった。そこで、リアシートのタイヤハウスの出っ張りを排除するため、リアのオーバーハングを短くしたため、かつてのレオーネなどと同様、ダックスフントのような不格好なスタイルとなってしまった。また、三菱の反射では、一般向けに中型車を扱うのは事実上初めてだったことから、セールス氏からも変わった車に乗りたいというユーザーに売れているだけでは、 という会議的な声も漏れた。そのため、売れ行きは、知名度が高く実績も、ある全2社の陰に隠れ、かんばしいものではなかった。もちろん、三菱としても、各反作として、当時西ドイツのチューナー、a m g 社に監修を依頼し、外観にアロキットと専用のアルミホイールを装備した、デボネア AMG を用意していたし、後に、イギリスの高級アパレルメーカーに内装を依頼した。 デボネア,アクアスキュータム内装をオーナードライバー向けとしたエクシードシリーズ。さらには税制改正後には3000ツーリングというパーソナルグレードが設定されたが、思うように販売台数は伸びなかった。なお、サイレンカモデルは発売当初212.5万円からと、全室のライバル2社に比べ高めの価格設定であったが、これは全2社にあった。 スタンダード及びデラックスに相当するグレードに過ぎず、当初より、いわゆる法人タクシー需要を考慮していなかったためと考えられる。なお、バブル期に販売された車らしく、Y31 セダンと同様に、リムジンとロングボディ仕様がある。前車は前期モデルをベースに、愛知三菱自動車販売株式会社が企画販売したもので、ノーマルのヨーロピアンスタイルと、 ランドウトップのアメリカンスタイルの2種がある。一方、後者は後期モデルをベースに、リアドアを 150mm 延長した 3000DOHC ロイヤル150で、メーカー自らが企画販売した。他にも、クラウンセダンなどと同様に、左後ろの屋根が開くブライダル仕様もごく少数、生産された。1986年にドイツのチューニングメーカー、 AMG とのタイアップにより、ロイヤル AMG が追加。1987年2月にリットルエンジンの高性能グレードとして、スーパーチャージャー付けエンジン搭載車が追加。1987年7月愛知三菱自動車販売が、企画販売したリムジンとベンコラ仕様のロイヤルカスタムを発売。3000ロイヤルの標準装備が電動格納式、ドアミラーになりシルバーは、 アイガーシルバーからグレースシルバーへ、マルーンはメタリックのスーパーリースボンマルーンからパールのスーパーダーバンマルーンへ変更され、スーパーダーバンマルーンはオプションカラーになる。1988年5月26日イギリスの高級ファッションブランドアクアスキュータムとのタイアップモデルを追加。2000cc スーパーチャージャー車がベース。アクアスキュータムはボディに専用色。 グリルやホイールにマークを装備。チェック柄シートなどで室内を統一したもの。1988年8月個人ユーザー向けのエクシードシリーズを追加。2000cc スーパーチャージャー車がベース。エクシードシリーズは公用車とは一線を画する派手な内外装飾を採用し、専用ホイールカバーやアルミホイールなどを用意。足回りもスポーツサスペンションや ABS などを装備している。1989年4月3ランバー社の各種税率の引き下げにより、個人ユーザー需要増に対応した3000ツーリングシリーズを追加。内外装飾を個人向けに派手なものとし、大型バンパー、モール、サイドガーニッシュを装備。1989年10月マイナーチェンジ。3000cc のエンジンに DOHC。 ツインカムユニットが追加。従来の OHC ユニットも出力向上。これに合わせて AT を大容量化し、ホールドモードもプラス。足回りも強化されて、フロントブレーキを2ポット式に変更。1992年10月登場。発売がバブル景気崩壊期であり、販売は当初から伸び悩んだ。1989年4月の税制改正に、 こうする形で、1990年に発売された、ディアマンテ・シグマは、CM で上級小型車の概念を変えると歌っていたように、マーク2クラスの車でありながら、当初から3ナンバー専用ボディをまとって登場した。そのため、従来の中型車のデボネア V とは、全幅において、逆転現象が起きてしまった。この後三菱では、松田同様に小型車であるギャランを含め、 3ナンバー専用ボディへの移行が進むことになるが、そのような状況下で登場した3代目デボネアも、当然のことながら、ボディが大型化され、当時のトヨタセルショーや日産、インフィニティ Q45 にも匹敵する、ボディサイズとなった。シャシーは、ディアマンテ、シグマをベースとしており、2745mm と、同クラスでは最も短いホイールベースであるが、FF のため低く抑えられた。 フロアトンネルにより広々とした鉱石の足元スペースが確保されていた。今回も現代自動車ではグレンジャーの名称で生産、販売され、グレンジャーをベースにさらに高級化したダイナスティも登場している。エンジンは V 型6気筒の 3500DOHC と3000サイチェシーが設定され、タクシーハイヤー向けに V 型6気筒 3000LPG エンジンの設定もあった。 グレードは大きく分けて2シリーズあり、運転席周りの装備を充実させたオーナー向けのエクシードシリーズと、後席周りの装備を充実させたハイヤーや、車用車向けのエグゼクティブシリーズがあった。当時トヨタや日産は高級セダンの層が厚かったが、三菱ではデボネアのみであった。このため他社の各クラスに対応すべく価格レンジは、 約300万円670万円と幅広く、主に3.5リットル車はクラウンマジェスタ、セルシオ、シーマインフィニティ Q45 のクラスと、3リットル車はクラウン、セドリック、グロリアなどのクラスと、LPG 車はドータクシー向けグレードと競合する装備内容、価格。ディアマンティ譲りのハイテク装備もお趣味なく搭載され、三菱インテリジェントコックピットシステム、 三菱マルチコミュニケーションシステムだけでなく、国産乗用車発の車間距離自動制御、システム、ディスタンスウォーニング、オキシジェンリッチャ、アクティブプレビュー XE、交代時に、テレビ画面に後方を映すリアビューモニターなど、高級車にふさわしい充実した内容であった。助手席電動中オレシート&、後席用レッグサポートや、ヘッドレストも、電動で、 調整可能なリアメモリー付けヘパワーシートなど、鉱石装備もショーファーカーユースに十分な内容が設定され、シートにはウールベロアやウールシルク、ホンガーといった天然素材を用いた生地も設定されていた。1993年6月鉱石スペースを前後、方向に 150mm 延長したデボネア150を追加、広々とした空間を実現している。 1993年10月廉価版の3リットルエンジン搭載車、エクシードエクストラを追加。1994年10月オーナー向けのエクシード根底画を追加。1995年10月マイナーチェンジでフロントグリルとテールランプのデザインを変更。同時にカーナビゲーションには音声ガイドと自動ルート設定機能を追加。 1999年11月生産終了。販売量の少なさや顧客の得意性などから生産を取りやめ、以降在庫のみの対応となる。1999年12月販売終了。35年にわたるデボネアの歴史に幕を下ろした。これと同時に、後継者の S32 アンペア型プラウディア、S43A 型ディグニティを発表。2000年2月プラウディア、 ディグニティの販売開始。お抱え運転手によって運転されるような高級車という意味。英語の綴りでは、ショーファードリブン。セダン型乗用車ではセンチュリーが最長記録だが、クロスカントリー型自動車では三菱、ジープの方が生産期間が長かった。他には、商用版の松田ボンゴブローニーやタクシー用セダンの日産、セドリック営業車の y 十一型も、 初代デボネアより長期間製造されている。三菱日本重工業、新三菱重工業、三菱造船の3社が1964年6月1日付で再統合され、同社が再発足した際に作成されたもの。再統合の経緯については、三菱重工業の項目を参照。ただし、ボンネット両脇からテールに連続するッジを立てて、 フラットデッキボディのキャラクター付けを行う手法は、在来型に比してダウンサイジングされた、リンカーンコンチネンタル1961年モデルで、フォードモーターのデザイナーであった、エルウッドエンジェルが先行して用いた手法で、ブレッツナーにとっては、基地のテクニックであったことは否定できない。この改良型からインパネとステアリングホイールは1986年まで、ほぼ同じ仕様となるけ64は、 三菱コルト向けの K4K エンジン 6G34 はギャランランサー向けの 4G3K エンジンをそれぞれベースにしている。したがって1986年の2代目までデボネアでは6気筒エンジンと5ナンバー車は休止となった。大排気量4気筒で問題になる振動をバランサーシャフトで打ち消しており、当時の三菱が自称した V 型8気筒に危険は古代にしても ある程度の振動抑制は図られていた。1978年頃に三菱自社所有者として1台が改造され、後1988年に岡山県と倉敷市にイベント用公用車として1台ずつが改造されたという。岡山県所有者は現存せず、倉敷市所有者は、後1999年に倉敷地堀公園に払い下げ、 さらに公園の経営難で2002年に個人に売却され2010年時点では千葉県で現存していたという三菱所有者は長く使用されなかったが2000年代に入ってから岡山県内の愛好家に譲渡されてナンバー付き稼働状態となった同社は2010年4月バンクーバーオリンピックのフィギュアスケート競技堂メダルを獲得した倉敷出身の高橋大輔が岡山 倉敷漁師で外線パレードを行った際、オーナー自身の運転で常用に供されている。単行本38巻3は、マイベストカーの巻。当時は2リットル以上3リットル未満は8万1500円。年でボネア V は前期は4穴、後期は、DOHC 車のみが5穴ホイールである。ハット後に登場したギャラン AMG とは異なり、内外装のドレスアップに留まっておりエンジンの、 チューニングは施されていない。ありがとうございます。